前みたいなオカルトかぶれはその辺で腐って匂ってろよ。先生のお仕事は私が守る。邪魔をする奴は許さない。ナホさん、あなたはここで亡くなっている。それが何か覚えていないのね。だったら思い出させてあげるわ。あなたが絶望して人で亡くなった時に何があったのか、あなたが最愛の人に何をしたのかを。思い出した。あなたが最愛の人キビキ先生を殺したのよ。あなた自身が取り殺してしまったのよ。あなたの行為はキビキ先生を幸せにしていない。